被害を受けた伊豆山地区の復興計画を話し合う会議で斉藤市長が明らかにしました土石流の起点となった藍染川上流には大量の土砂が残っていて斉藤市長によりますと強制力を伴う行政大執行も視野に撤去するということです会議では市から示された復興計画案について議論が交わされました委員からは 避難に必要な情報伝達について計画に盛り込むことや、自宅に戻った後の支援についての項目も設けてほしいといった意見が出されました。市は来月までに基本計画を完成させ、より具体的なまちづくりの指針となる復興まちづくり計画についても、8月をめどに完成させたいとしています。